はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカーズ続きやっていきたいと思います。今奥にね、オムドロレスいますけど、今回はリクエストの最強モンスター対オムドロレスやってくださいということで、まあ別データでね、レベルを上げたんだけど、まあこっちでも上げたけどね、メタルチケット1回ぐらい使ってね。それでレベルがね、50今最大なんですよね。50最大なんで、まあそれ以上転生してあげればいいんだけど、あんまり上げすぎると簡単になっちゃうかなと思って、真の強さとは何か、果てることのない欲望だ、ね、ある人間はそう答え我と一つになった。だが正義だと答えた人間も我と一つになった。皆が我と一つになった。強さに意味など不要だ。我が名はオムドロレス。人が使わした破壊の使者。何時も我と一つになるがいい。世界は破壊のためにあるのだから。ということで、何回倒されてるかわかんないけどね。まあ、オムドロレス対オムドロレスやりたいから、まあ、またセーブはしないんだけど。はい、最強モンスター。最強骸骨、最強プチット族、最強キメラ。まあ、最強モーモン、最強、なんだあとは。最強スライム、最強踊る宝石。まあ、最強ドラゴンでもいいけど、ね。とりあえずこれで、通常でやってみるか。煉獄斬り。ああ、そんなもんか。ブリザーラッシュ。あ、結構いい戦いできる。剣豪 SP とか持ってるからね。毒毒ボディついてる。お、結構食らうね。カウンター。さて、お、リバース。リバースは素晴らしい逆転しますね。さて。ということは、ここはちょっとデフォマズのあたりしとこうか。ギガブレイクもあるんだ。呪文は多分跳ね返ると思うんですよね。だから、まあ、凍結稼働とかあればいいんだけど、まあ無理だな。強者の余裕。呪文系は効きませんよね。あ、ギガブレイクも効かない。ここ回復やんないとまずいよね、常にね。さあ、みんな頑張れ。入れ替えてみるかな。サポーターはいらん、スライム。踊る宝石。装備品は最強ってとりあえずやってんですけどね、一応ね。リザをかけとこうか、ここは。リザオラルね。死んでも生き返りますもんね。あ、落ちたか。リバースは怖いっすね。はい、リザオ状態。じゃあモーモンとオナビーかな。まあドラゴン連れてきてもいいけどね。とりあえず骸骨は強いんで、治ったね、光の波動。え、メドロはどこに行く？あ、落とされたね。キメラ回復しろよ。やっぱ自分でコマンド入れないとダメだね。作戦とか命大事にとかにして、リバース使われると結構きついね。あ、超行動早い。あ、超じゃないね、行動早いか。そうね、呪文が効かないんだよね、そういえばね。結構いい戦いできんじゃん。骸骨強いな。
全員あれないもんね、スクルティオとかね、スカラングはあるけどね。案外この2体、まあ、すごいアタッカーですよね。ドラゴン入れるとどうなんだろう。まあ、モフモフとかは、あれは、あんまり使えないね。とりあえず、やっぱキメラいないと無理だ。回復 SP ついてるからね。絶対消えない魔法カンタがついてるよね。やっぱレベル50まで、50秒上げたら結構やっぱ簡単になっちゃうかもね。50ぐらいでやっぱちょうどよかった。おぉ、いかない。あ、いけました。なんかいけんね。プチット族と、まあ、この3体がいいかな。呪文は効かないんで。ということで、まあ、これだけで終わりたくないんで、ちょっとドラゴンも入れてやってみましょう。はい、次ね、ドラゴン連れてきました。まあ、ドラゴンちょっとレベル50まで上げてないんだけど、まあ、2枠なんでね。HP は高いはずなんで、なんとかなるかなーとかも思ってんだけど、どうなんかな。ちょっとアイテム使わせてください、さすがに。メドローアがちょっと怖いですからね。とりあえずスカラングかけとこうか。最強ドラゴンですね、これ。キムラも強いよね。あー、こっち系使うのか。やっぱり輝く息。スカラング、あー、リバース、まあ、スカラング使ってるからとりあえず攻撃では落ちないから、うん、なんとかしのげればいいかなとは思ってますけどね。スクルトもう一回かけてみそうか。スクルトあんのか。エネルギー攻撃こんなん効かないもんね。大体はあるんですけどね。とりあえず固めて、じゃあね、デフォマズン使えるようにしないとね。あ、ブレス効かないんだ。独特ボディが邪魔だから、やっぱブレスとか、まあ、そんなのをねやったりとかすればいいかなとは思いますけど。まあ、これやっとけばとりあえずメドロワ落ちはしないだろうけど、バイキルミにかけとこうか。あ、 MP なくなってるし。レベル26ぐらいなんですよ、この最強ドラゴン。キメラの攻撃いいね。何バイキルミ使ったらいけんじゃない。でドラゴンにスクルトかけて、あー、キメラの方いけ。オッケー。サポート SP とかもあったらね、変えてもいいけど、とりあえずこれで戦ってみたいかなってのもやっぱあるんですよね。
今回はエムドロレス見せ場ありましたね。あ、切れちゃったか。まあドラゴンこんな感じね。やっぱりこのアタッカー入れといた方がいいかなと思うけど、スクルトとバイシオンなのに、まあ最強モンスター使えばね、レベルまあ上げなくちゃいけないんですけど、なんとかなりますね。エンドロレスはね、やっぱ強いもんな、これね。打ち届く。キメラも攻撃上げるとこの勢いですから。今の出だと1000削ってんだよ。これもいいもんね、バイシェン。倒したかな。あ、倒してないか。今とどめかなと思った。一応ジョーカー、まあそうだね、ジョーカー2の裏ボスではありますから。これはでも GJ とかの方が強いかなって感じもするけどね。あ、いけた。回復する前にいけた。まあ、いけます。こんな感じです。はい。ということで、最強モンスターでね、やりました。あ、こいつもレベル上がってなかったね。まあ、メインで出してるモンスターはね、50まで上げてすぐ来たような感じなんで、ね、まあ、こうなりましたけど、サポート SP がこんな感じです。まあ、ここもね、上げればね、いいんだけど、呪文効かないからね、どっちみちね。はい。ということで、もう使い道終わったんでね。まあ、あとはまたセーブしないでね。まあ、どうにかこうにかしますけど、最強モンスターとりあえず作れましたんで、最強モンスター対、オムドロレスね。まあ、勝てましたね。どの組み合わせでもいけっかな。ただ、キメラだけでもね、十分強いです。だから回復すると、やっぱ攻撃しないしね。だから、バイシオンとかもつけとけば全然いいでしょうし、最強モンモンでね。だから、それと配合して、まあ、キメラにね、サポーターつけてもいいでしょうし、とりあえず、この最強モンスター作ったことにより、スキルはね、なんだろう、勝手に、サポーター SP とか、まあ、そんなのはつきますけど、だそれを駆使してどこまでいけるかですよね。ただ、呪文系は効かないんで、呪文系効く相手にやったらまた違う対戦が見れるんじゃないでしょうか。はい。ということで、ね、呪文効かないのもいれば、攻撃効かないのもいますんで、そこではまあやっぱ呪文メインとかね、まあ、どっちも効かないのもいいかもしれないしね。ね、プロフェッショナルとかなってくるとまたそういう感じになるかもしれないですけど。はい、ということでここ前見たところなんで、とりあえずオムドロレス倒したら光あふれる地に行けるようになります。それでね、今まで出てこなかったようなモンスターとかも出てきますんで、まあそういう楽しみはね、ありますね。はい。中央にある赤い柱を調べたら、なんかその紋章みたいなのがあってね、そこに行くと、まあね、光あふれる地とか行って、まあ、レベル上げ放題かな。で、そこに、まあ、そこにしかいないわけじゃないけど、そこで出てくるモンスターとかが、すごいね、難しい配合で出来上がるようなモンスターとか普通にいるんですよね。だそれを使った配合を使わないと、このオムドロレスまでたどり着かないんで、まあ、そこら辺はね、まあ、本来だったらその後にオムドロレス作るんでしょうけど、自分、ロレス対ロレスやりたいんで、ね、まあ、ここでまたリセットをさせていただいてね。出来上がった時、まあその前にもね、出来上がるモンスターいるんでね、そんなのでね、ロレス戦ったりしてみようと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。